怒られた。あとは。まずい。どうしたの？委員長の気配が消えた。月の律者は？彼女の痕跡もないよ。では、ブローニャたちは一歩遅かったんですね。ケビンが委員長に何かをするはずがないと思いますが。行きましょう、ケビンに会いに。誰？ごきげんよう。勇敢な少女はどんな時でも素敵よね。あなたは？あなたたちの心の中にはいろいろな疑問があるはずよ。私はその疑問に答えるためにここにいるの。私はあなたたちの疑問に一つずつ答えるわ。心配しないで。我が孫子は邪魔したりしないから。みんなの力になりたいの。だから、その前に、ここでしばらく休みましょう。おかしい。この人は。やっと会えたわね。私の考えが正しければ、あなたが成婚計画を推し進めた張本人、ウサギよね。あら。以前の初対面は慌ただしかったのに、まさか私のことを覚えてくれてるなんて、嬉しいわ。でも、メイがすでに私のことを知ってるなら、用意した自己紹介も、簡単なものに切り替えるしかなさそうね。その通りよ。私のヨルムンガンドでの幹部ネームは、ウサギ。担当するプロジェクトは、成婚計画。そして名前は、ミステル。ミステル・シャニアテ。シャニアテ？ええ。でも私は人間ではなく、シャニアテの成婚の一種の結晶なの。あら？成婚の結晶とは何か？あなたたちもよく分かってないようね。でも焦らないで。遠路はるばるここに来たのに、まだこの終焉のクレーターの景色を見てないんでしょ？歩きながら話しましょうか。それは。ところで、あなたたちはあの負荷の安否が気になっているのよね。安心して。孫子は彼女の戦闘能力を奪ったけど、それは一時的なものよ。傷つけたいと思ってるわけじゃないの。孫子の話をする前は何について話していたかしら。あなたがシャニアテの成婚の一種の結晶という話をしていました。あ、そうだったわね。ありがとう、ブローニャ。とにかくまずは私の正体から話しましょう。結晶っていう言葉は比喩じゃない。私は人間ではなく、成婚計画がこの世界にもたらした新しい生き物なの。古い言葉を借りると、私のような存在をイデアと呼んでもいいと思うわ。皆さんも迷宮の中で、見た目が私に似てる敵と遭遇したでしょ？彼らはイデアの種。一時的に不完全状態にとどまってる
人工生命体なの。まだイデアに慣れていない彼らは部外者を拒絶する本能に影響されやすい。だから迷宮にいたあなたたちを敵とみなして攻撃してきたのよ。何しろ聖魂計画はまだ実行中、聖魂自身も適応している最中なの。言うのは簡単ね。でもそんな風に解釈するなら、いわゆる聖魂計画とはあなたのような人類と聖魂の間にある存在を作るものなのかしら。ええ、確かにそういうことになるわ。さすがメイね。でも聖魂計画の産物である私たちはあくまで手段で結果じゃないの。どういう意味？私たちは人類と同じように文明の一つのベクターに過ぎないわ。でもこの言い方だと少し抽象的すぎるわね。ここは実例を挙げて説明しましょう。聖魂計画が完全に成就する前に人類にはそれを阻止し、より良いプランを見つけるチャンスがある。その考えは実にバカバカしい。まるで平面しか知らないアリにポアンカレ予想を教えるようなものだ。ポアンカレとは？私をこの世界に連れてきた人にそんな知識はない。それに人類から受け継いだ知識と知恵を持ちながら、なぜ己とアリを比較する？人類はどんな相手にも勝てない。私たちも同じだ。それが彼らが教えてくれた唯一のこと。君が受け継いだ理念は悲しい経験をしたようだ。大丈夫。こうして会話できるのは決まった軌道と運命から人類が逃げられるという証。我々もそうだ。聖魂計画が完全に成就する前に人類にはそれを阻止し、より良いプランを見つけるチャンスがある。この人たちは精神世界の中で会話してるの？会話というか繰り返し現れるというか。そうね。何はともあれ、彼らはただのイデアの種で本質的に新たな思想を作れない。まるで、この例はまた後にしましょう。話を途中でやめる人は嫌いです私だってうっかり情報を漏らしたり鎌をかけられたりするのは嫌よ。じゃあ正々堂々と教えてくれる？これらの声はどこから集められたの？あら、今までほとんど会ったことがなかったけど、やっぱりヨルムンガンドの一員だったメイの方が理解が早いわね。簡単に言うと、これらの声は人類の夢から来てるの。そう、すでに聖魂計画に吸い込まれた人たちのことよ。興味を持ってくれてるようだし、もう少し見せてあげるわね。人類はいずれ滅亡する。私たちが見届けたもののように、融合戦士、神の鍵、全てのもがきは所詮群衆の棺の蓋が閉じる前に花を添えるに過ぎない。だが文明は死なない。孫子のお言葉のように、それこそが聖魂計画が始まった時の初始だ。数万人の命を奪ったロンドンの大火を知っているか？それは私がその犯人から受け継いだ最後の記憶だ。頼む、その記憶を消してくれ。その苦しみは理解できるよ。
むしろ私がここに現れた理由はそれだ。聖魂計画を受け入れて、私と共に己の罪と向き合おう。己の血と涙を注がなければ、魂の傷は癒せない。これは偽善ではない。己の魂が安らかに眠れるように言っているんだ。嫌な感じがする。でも話題に上っていた大火ですが、数百年前のロンドンで実際にそういう火災が起こってた気がします。そうね、聖魂計画が捕捉できる文明の情報は現在だけじゃないの。あらゆる歴史と文化、人類が作り出した文明であれば聖魂の養分になりうる。あなたたちのよく知ってる別のものと似てるでしょ。おかしい。彼女は断りの列車に対して言葉にできないような感情を抱いている気がします。あなたたちは人類の意識の残片を多く集めているのよね。でも最初から不可解なことが一つある。どうしてこんな聖魂計画が終焉への対抗手段になるの？ああ、誤解してるわよ、メイ。厳密に言うと、聖魂計画は終焉への対抗手段じゃないのよ。終焉を抱きしめ、超えられるというゴールにたどり着ける。それが聖魂計画なの。抱きしめる。あら、メイはこの言い方を知ってるようね。ところで、崩壊と戦う戦士である皆さんはきっと終焉がどこから来たのかが気になっているんでしょ。我が孫主にも彼なりの交流の仕方があるんでしょうけど、あらかじめ何かを知っておくのも悪いことじゃないわ。それってヨルムンガンドは終焉の律者の素性を知ってるの？もちろんよ。だって私たちはあの火を追う蛾の後継者だもの。ただこの話をするなら場所を変えないとね。ついてこられるかしら？人類の知識は一種の死に過ぎない。彼らの思考は永遠に一つの時間に属する。彼らが本当にしたいことは永遠にできない。しかし私たちも人類の歌だよ。自分を作ったものを軽蔑してはならない。己の源を忘れてはならないのだ。言語の中で一種の本質の必然性に対応するのは一つのルールだけだ。つまり人類は言語でしか思考や交流ができない。それが彼らの弱点だ。私たちに何か違いはあるのか？生まれてくる前の私たちだって人類の言語、人類の概念ではないのか？何の話をしている？一つのプログラムとそれを構築するゼロと一に似ているところがあるというのか？誰がここで論点を提出しても議論する相手はいない。なぜなら全員がその論点に同意するからだ。でたらめはよせ。誰が同意したというんだ？我々は一つの総体ではない。妄想はよしてくれ。構わない。
私たちはある目的のために思い出を採集しているだけ。それに君は別に彼と論議しているわけではない。君はただ自分の考えを述べているだけだ。もういい。何なんだ。人類のやり方に学習する価値はない。我々は彼らの経験を手にすればいい。鳥が綺麗だとしても朝に自分が泣き出す必要はないだろう。終焉のクレーターへようこそ。最初からここで待ってたら、こんなセリフであなたたちを歓迎できたのかしら。ここはかつての文明たちが己の運命のため必死に戦ったステージ。何度も繰り返された人類の失敗、輪廻、異なる無数の意志が大して変わらない運命を作り、最終的にここで静止する。キアナ・カスラナ、ブローニャ・ザイチク、ライデン・メイ、律者であるあなたたちはリンネに入れない。なんて幸運で悲しいことでしょう。リンネ。ええ、世界は破滅と神聖を繰り返してる。あなたたちだって何かしらの情報を掴んでいるでしょ。5万年前に誰かさんが運命の糸を切っていなかったら、こういう輪廻はまだまだ地球で発生し続けてたでしょうね。でも糸が切れたとしても、人類が崩壊と共存できない限り、虚数のエネルギーは終焉の繭に注入され続け、新たな終焉の律者が生まれてくる。それならその終焉の繭とやらを壊せば。ヨルムンガンドもそうしたかったのよ。でもそれはできないわ、キアナ。だって終焉の繭を見たければ、あなた自身も終焉の力を持たないといけない。特にキアナ、あなたにとってはあなた自身が終焉の律者になることを意味するのよ。でもありえないでしょ。終焉についての話をしてるのに死の話をしてるみたいね。どんな人も死後の世界から戻ってくることはできない。死という体験について語れる人はいないのよ。そういった比喩を使うなら、ヨルムンガンドは死を再定義しようとしているの。